はい、皆さんこんばんは。こんばんは。野沢塚 TV2&4、 今日は、5月の4日ですね。すいません、4日です。今日はですね、初めてですね、外に出てきまして、野沢塚 TV は、長野 MA 部から、放送いたします。私と太美さんと2人でお願いします。はい、お願いします。太美さんはカメラマンやって忙しいです。私ももう雑用で忙しいです。で、今日の8時から、ぜひ皆さんご覧ください。今回はですね、長野ノスタルジックは400台を超える参加車両と1万人、ね、1日1万人を超える来場者がありまして、周りをですね混雑しまして大変ご迷惑をかけておりますが、皆さん、はい、ひとみさんも、ね、あれやっと、はい、やっと来れたという、そうですね、はい、というこの2人で今日はご案内いたします。どうぞ皆さんご覧ください。よろしくお願いします。こんばんは。今夜は5月3日4日に開催されたガルフ長野ノスタルジックカーフェスティバルの模様をお伝えします。ここでは会場の様子をかいつまんでご覧いただくことにしましょう。まずは会場に入る車たちからです。この通路を抜けると、そこには広い会場が待っています。会場には慌ただしい準備が始まりました。今年初めて行われたスワップミートは、会場の正面、左右にブースが設置されました。大賞コンテストは、モトフェスタとノスタルジックカーと合わせてこれだけたくさんの賞が用意されました。大賞コンテストの審査委員長でもある西川淳さんがお見えになっています。会場の2時間前の8時過ぎにはお客さんが並び始め、会場になるとご覧のような賑わいでした。ここで会場をさっとご覧いただきましょう。非常に人気の高かった巴工業さんのタイレルです。ここからは本田総一郎店の模様です。本田総一郎と関わりのあったレジェンドの方々のトークショーもありました。私一回も総一郎さんに怒られたことはありません。そうかそうかということばっかでした。本田総一郎さんとのつながりというか、もう一つ言いますと、なんでそれに親しくなっていったかというと、私の鈴鹿に入った時の上司が本田総一郎さんの親戚の人だったんです。で、ここからは本田総一郎店に展示された
車とバイクをご覧いただくことにしましょう。麻生博士が描くと平石治が描くバイクのイラストを中心としたブースが設けられています。いかがでしたでしょうか。晴天に恵まれ大勢のお客さんが来場してくださいました。こんばんは。今回は5月3日4日に開催されたガルフ長野ノスタルジックカーフェスティバルからデモランの様子をご覧いただきました。まずはタイレールのエンジン音をお楽しみください。今年もユーチューバーのヘビオンノさんが参加してくれました。それではデモランをお楽しみください。
からは本田宗一郎の世界展に参加した車が走ります。
FMノスタルジックカーフェスティバル2023、東海地区最大級のノスタルジックカーイベントがやってくる。ファン注目の恒例イベント、ノスタルジックカーサウンドミュージアム、ノスタルジックカー大賞コンテスト、その他恒例のイベント開催、車両展示、参加者出展ショップ、企業絶賛募集中。9月23、24フォートメッセ名古屋、感動感激の2日間、フォートメッセ名古屋で自慢の愛車をお披露目。車両展示、参加者出展ショップ、企業絶賛募集中。詳しくはウェブで、お問い合わせは名古屋ノスタルジックカーフェスティバル実行委員会まで。
かじゃ。毎度おなじみのシルキーシックスさんなんですけど、なんか原さんが面白いものを手に入れたというので買っちゃいましたということで、これ原さん、これが元なの？これが元です。もうこれのデリカールもホイールも全部このままです。これを参考にこのもうデカールとかも作ったってことでいいんですか？ホイールもデカールも全部これままここからです。デカロシートも SR ということはこっちが本物ね。こっちが本物ね。こっちがレプリカちょっと中身見せてください。わー、シール、これこのままです。このホイールそのままです。いや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 、これが原点やね。これが原点、うん、これが作りたくて作りたくてしょうがなかったね。えでも今日はねもう一台ね、もう一台プラモデルがいますからね。1分の1プラモデルが、ね、はい、ちょっと待ちたいと思うんですけれども、でも今日はシルキーシックス、チームシルキーシックスは何台ですか？今日7台ですね。7台、まあハイウェイスターの車が1台いますけど、はいはいはい、見どころは？見どころは今回はアルピナ2台よりも一番向こうかな。ほう。 M6 のテンダーフルエアロが1台。テンダー懐かしいですね。テンダー懐かしいでしょ。テンダー懐かしい、久しぶりに聞いた。うん、まあでもね、いつもいい変わった6シリーズも見せていただけるんで、原さんのチームは本当に楽しみにしてるんですけども、またぜひね引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。来た、うわー、来ました、来ました、来ました。タイレルの六輪車ね、タミヤの模型がベースになっている2台が揃っております。すごいな。どうですか、タミヤ模型の皆さん見てますか？どちらも御社の作ったプラモデルをベースに作り上げたという意味では兄弟のようなねえ車です。素晴らしい揃いでございます。もうこれを見てもう一度タミヤ模型をね買って作りたくなった人も多いんじゃないでしょうかね。ということで奇跡のコラボレーションが実現しました。この写真ください。僕にも写真ください。僕に忘れてしまった。あ、じゃあちょっと撮っていいですか？僕自分でそれ送っといてください。あ、いや、これ送っといてください。はい。イエイイエイ。いやー、いいですね。でもよく作りましたね、この車ね。本当よくできてる。すごいな。もうなんかサーキットで走ってきた感あるもんね。そうですね。お、タミヤ出た、タミヤマーク出た。奇跡のタミヤコラボレーション。タミヤマーク車高高く見える。めっちゃ見える。こんなに高くない。車動きます、降りてください。車動きます。いっぱい作ったよ。いっぱい作ったよ。原さんも入る。ええ味出てるわ。
最後までご覧いただきありがとうございます。来週もこの時間このチャンネルでお会いしましょう。また来週。